四季田直人は、福岡県出身のプロ野球審判員。審判員袖番号は1996年から2003年は46。2004年から2010年までは2。2011年から3。福岡県立八幡工業高等学校を卒業後、新日鉄機密に入社。新日鉄時代は、下柳剛松中信彦らとチームメイトであった。 野球部で保守として3年間プレーしたが、目立った結果は、残すことなく1992年限りで、大部、同時に、新日鉄も退社した。その後1994年に、敗者の待合室で見た、スポーツ新聞で、セリーグ審判員公募の記事を見かけた。その記事が心に残ったためにそのまま、コンビニエンスストアにより、同新聞を購入し、セレクションに応募。 合格を果たした。その後、ブリンクマンフローミング審判学校を経て1996年から審判員となり、2001年に一軍デビュー、2006年にオールスターゲームに初出場。この年11月に開催された日米野球でも第一戦に三類類進として出場している。その後、2008年にクライマックスシリーズ、2012年に 日本シリーズにそれぞれ初出場を果たしている。また2014年には2度目の出場となったオールスターゲームの第一戦で球審を務めた。打者の見逃し三振の際に漢字の漢字のようなポーズを取る。独特のジャッジポーズはファンの間で人気が高く、近年はそれを目的に野球観戦に来るファンがいることがメディアでたびたび取り上げられている。 そのことについて本人は、選手のプレーに花を添えるではないですけどそんなつもりで、やっていますと語った。2015年9月12日の中日ドラゴンズ対東京をヤクルトスワローズ第23回戦で三塁塁進を務め、通算戦試合出場を記録した。現役審判員では25人目の達成となる。 2018年6月16日の埼玉西部ライオンズ対中日ドラゴンズ第2回戦の試合中、球審を務めていた四季田は7回裏の西部攻撃中の時、中日投手の木下祐介が西部の打者の秋山翔吾に4球目を投じた後、突然足元をふらつかせ背中から転倒。両チームのトレーナーによって短歌に乗せられた以上した。 この回に埼玉西武ライオンズの金子勇氏のファウルチップを左膝に受けていた痛みによるもので命に別状はなかった。試合は三塁塁審で出場していた柳田光一が球審に回り三塁塁審には予備審判の島田哲也が入って再開した。その後休養した後に6月29日の中日ドラゴンズ対読売ジャイアンツ第9回戦の球審として 職務復帰した。2018年には、ファインジャッジ賞を受賞。2021年シーズンにより、サブクリューチーフに昇格。2021年4月27日に、メットライフドームで行われた埼玉西ブライオンズ、タイチバロッテマリーンズ4回戦に三塁類,類進として、出場し NPB 審判員、史上96人目となる、通算1500試合出場を達成した。 ありがとうございます。